テキーラサンライズとはテキーラベースのカクテルである。オレンジを朝焼けの空、グラスの底に沈んだグレナデンシロップを太陽に見立ててこの名前がついたとされる。もともとはメキシコのマイナーなカクテルだったが、ローリングストーンズのボーカリスト、ミック・ジャガーが1972年のメキシコ公演で絶賛、メキシコ滞在中にかなりの量を飲んだことによって知られるようになった。 その後、1989年メルギブソン主演映画のタイトルになったり、イーグルスの2枚目のアルバム、ならずものに、テキーラサンライズという曲が収録されるなどし、さらに知名度を広げていった。ローリングストーンズは1972年には、メキシコでの公演は行っていないが、アメリカツアー中のパーティーで、バーテンダーのボビー・ロウズーフが提供した、テキーラサンライズを、ミック・ジャガーが気に入り、 キースリチャーズをして、コカインテキーラサンライズツアーと言わしめたほどだった。テキーラ、オレンジジュースをコブレットに注ぎ、軽くステアする。コブレットの縁から、静かにクレナデンシロップを注ぎ、そこに沈める。ありがとうございます。